Okay guys, welcome to Bocce the Rock episode 10 reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions before they are uploaded to YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's just go and watch the Bocce. Oh, maybe. Okay, no. Yeah, I don't think. Yeah. Of course. Yeah. There's no way this is gonna happen. Why is it so loud and then just so quiet? I don't get it. Even Bocce? Damn, I would love to see that. Who's gonna lie? Mm-hmm. Come on, you can do it now. Is she going there like by herself or with her band? Gesoku band. Damn. Hmm. Does she know? どうしよう。北さんに行ったら絶対参加しようって盛り上がって目キラキラさせて話を進めてしまう。Okay, she left without noticing. 本当は出たいけど。 まだライブも録にしてないし、勇気が。でも考えたら高校の文化祭に出るのって全員素人だよね。お前は盛り上がってるじゃん。今日はお前らが飛びっきりの思いで作ってくんね。よろしくな。無理。心が削られてライブシーンまで行けない。ドラムは下北沢高校の伊地知虹香ちゃん。どうも。 同じくベースヤマダリョウさん。え、これ。そしてリードギターのニクリンの、えっと、お父さん。あ、そしてギターボーカルは5組の山田さん。ありがとう。ここの温度さ。無理だ。私には私にふさわしい場所があるってことで。あ、店長さんおはようございます。 仕事してる。迷ってるくらいなら出た方がいいと思うけどね。一生に一度の青春の舞台だし。うん。ですかね。お姉ちゃんとぼっちちゃんが話してる。珍しい。文化祭のことを憂いているんです。文化祭？結束バンドで文化祭ステージ出るか迷ってんだってさ。文化祭のステージ？いいじゃん、出ようよ。でもライブハウスとは違う良さがあるよ。 にじこちゃん出たことあるんですか？うん、中学の時ね。私もある。私も寮とは出たことないし、文化祭ライブやりたいな。え、そうなんですか？結束バンド組んだの最近だし、私もオリジナル曲ここ以外でやりたい。こういうバンドがあるって知ってもらういい機会だよ。
Yeah, that's true. ここの文化祭って青春ロックで盛り上げないと退学なんじゃ。そんな校則はないでしょ。下手したら。というか絶対ここより多い人数の前で演奏するわけだし。だからそんなに焦って決めることでもないよ。Damn, she's being considerate. 正直、おつや状態だったライブ、たまに夢に見る。強がりだったのかよ。I mean, she has regrets from middle school where she couldn't perform. So I guess she's gonna do it now, right? That would be a wise thing to do. So she wouldn't end up with regrets. にじかちゃんもやりたいって言ってた。絶対気分いいんだろうな。私やっぱりダメだ。Come on。すみません。昨日は行けそうな気がしてたけど無理です。でもにじかちゃんも私が悔いない方にって言ってくれたし、大失敗したら高校生活耐えられる気がしないし、やっぱり無理。高校時代の同級生後藤ひとりさんが人気ギタリストになっていると知っていましたか？まさかあの後藤さんがバンドしてたなんて。サインもらっとけばよかった。目指すのはこっちの路線で行こう。後藤さん、おはよう。おはようございます。体調はどう？昨日気になって保健室に戻ったらもう後藤さんいなくて。そう。 And she found the後を出しておいたからね。Yeah. 結束バンドで出場するのよね。もうすっごく楽しみ。文化祭ライブ頑張りましょうね。どうしよう。I'm a criminal. 私人殺しだ。今からでも参加取りやめればいいじゃん。一旦出したら取り消せないと言われてしまって。やっほー。ただ酒飲まして。飲ませるか消えろ。妹ちゃんは私がいると楽しいよね。帰ってください。そろそろお店始まるので。先輩に負けず劣らずの目をするようになったね。ぼっちちゃん、どうした？なんか心配事？文化祭のステージに私が勝手に申し込んでしまって。何？ライブするってこと？これあげる。この前のお返しに。今日私のバンドライブすんの。よかったら見に来なよ。いいんですか？もちろん。はい、君たちもどうぞ。ありがとうございます。じゃあお金ですよね。チケットだよ。いいよ、あげるあげる。君ら私のこと女子高生から金巻き上げる貧乏バンドマンだとか思ってるの？違うんですか？そう、先輩焼酎ボトルでやるかバカ。こう見えてもね、私インディーズでは結構人気バンドなんだよね。はい、コアなファン多めです。ってことでチケットノルマなんて余裕だし、物販でも稼いでるんだから。じゃあなんでいつも安酒ばっかり？それにシャワーもうちで借りてくし。家賃払え。この前の電車賃返しても。泥酔状態でライブするから毎回機材ぶっ壊して全部その弁償に消えてるの。自業自得じゃねえか。ぼっちちゃん、他にこいつから返してもらってないお金ある？いや、お姉さんからはもう。し？りょう。返すの遅くなってごめんなさいって言え。遅くなってごめんなさい。ナイス、シガリバック。ライブ活動する前は全然飲んでなかったろ。体壊すぞ。まあそんなことはどうでもいいじゃん。よし、みんな新宿にレッツゴー。あんな風になって本当にライブできるんですかね。宿泊のライブタダで行ける。胸アツ。宿泊、それがヒロイさんのバンド名ですか？お姉さん、路上ライブでうまいことは知ってるけど、どんな音楽してるかよく知らない。ライブ楽しみかも。今日ライブすごく良かったです。ありがとうございました。まだ会場にすらついてないでしょう。さあ入って入って。スターリーとは随分雰囲気が違いますね。大丈夫、うちと変わらないよ。確かにちょっと怖いけど意外と大丈夫かも。ライブハウスはどこも一緒だ。素晴らしいライブをありがとうございました。だからまだ始まってないって。銀ちゃん、おはよう。お姉ちゃんに会いたい。ついに伊地知先輩まで。こ
の人、店長の銀ちゃんね。あ、こんにちは。やだ、ずいぶん可愛くてピチピチなお友達だね。OK。 私、吉田銀次郎37歳です。見た目とのギャップに頭バグるよね。でも安心して、銀ちゃんは心が乙女なただのおっさんだから。ナイスオールドガイ。広い、遅刻するなっていつも言ってるよな。もうリハーサル終わっちゃいましたよ。ごめん。もしかして結束バンドの人たちですか。あ、はい。They know them。 宿泊区の人。私、ドラムの島です。で、これつまらないものですが。礼儀正しい。ありがとうございます。メンバーでだいたいキャラのバランス取れてるのかな。私、ワイザー。18歳までイギリスにいました。今、日本3年目。仲良くしてね。日本に来てバンドするなんて、ホーロック好きなんですか。あ、ノー。コミケ参加したくて日本来たの。本当はアニソンコピーバンドしたいです。お姉さん、こんな人気バンドだったんだ。あれ、そういえばリョウは？さっきまで一緒にいたのに。あれ、あんなところに座ってる。あれはライブハウスによくいる手前で盛り上がってるお前らとは違うんだぜ感を出すつぶりたい客。音を聞け、音。ジャンルはサイケデリックロック。1960年代に流行したジャンルで、ドラッグによる幻覚を音楽として体現化したもので。先輩ってこんな流暢に喋れたんですね。 Damn, that's a lot of people。早く聞きたいですね。OK。 このバンドすごい。見失いそうになる変拍子を完璧に叩くドラム。感情的で、それでいてロジカルなギター。でも何よりすごいのは、お姉さんの圧倒的なカリスマ性。 Yeah。 ステージにいる間は演者はヒーロー。 I'm still surprised she can even like sing when she's drunk. Like, did she sober up or is she still drunk?なんか元気なくない？ライブ本当は良くなかった？いや本当に最高でした。でも She's comparing them to herself, right? お姉さんすごくキラキラしていて、私なんかとても、mm-hmm. 私って実はさ、高校まで教室の隅でじっとしているネクラちゃんだったんだよ。え？あ、やっぱわかる？陰キャ同士は惹かれ合うって本当なんだな。真逆の生き方してやろうって思ってロック始めたの。楽器屋でベース買うのも、ライブハウス行くのも、最初めっちゃ怖かったし、酒飲み始めたのも初ライブの緊張をごまかすためだしね。And that's when she got addicted。 でもボチちゃんは路上でもストーリーでもライブできたじゃん。しかも酒に頼らず、自分にもっと自信持って、無理なら酒でドーピングもあり。いや、未成年なので。でも文化祭ライブよかったら来てください。お、 So she wants to go. Nice. イエーイ、その意気だ。壁の修繕費プラス10万加算しといたからね。ぼちちゃんとの連帯責任ね。北ちゃんによると、一晩の持ち時間は15分、だからだいたい3曲くらいかな。あの、りょう先輩に分けちゃダメなんですか。ダメ。ぼっちちゃんにずっとお金返してなかったんだから、少しは痛い目見るべき。ああ、oh. 彼氏にしちゃダメな 3B の B って、ベーシストベーシストベーシストのことだから。絶対人にお金借りません。じゃあこれだけあげる。にじか優しい。ちょっとガチでバンドされると胸が痛むじゃん。もうたくさん食え。瀬取りなら決めてある。文化祭出るかもって言われてからずっと考えてた。お、いいね。2曲目にはぼっちのギターソロ入れる。ぼっちの見せ場、行くよとぼっち2人の文化祭でしょ。うん。あ、でも文化祭で全曲オリジナルってちょっと攻めすぎな気も。いいじゃん、攻めの姿勢で行こうよ。Definitely. 滑っても4人いるし、痛みは4等分。え？みんな。後藤さん、後藤さん、
私、後藤さんが文化祭ステージの申し込み用紙捨てたって分かってたの。でもわざと出したの。嘘ついて本当にごめんなさい。ありがとうございます。最初はどうしようって思ってたんですけど、今はちょっと楽しみっていうかそれも北さんが用紙を出してくれたからで、だから感謝してます。ありがとう加藤さん。私もっともっと練習頑張るから、okay. だから文化祭ライブ絶対成功させましょうね。 OK、how long do they have before the festival? 私ぼっちに見てもらってるじゃん。後藤さんも自分の練習あるし、もっと練習して変わりたいんです。私もだってさ、付き合ってあげたら？レッスン料高いよ。はい。そういえば今日ぼっちちゃん一緒じゃないの？はい、後藤さん補習で。ああ。Makeup lessons。ぼっちちゃんが消えた！She ran away? Bro! What's gonna happen? Damn! I need to watch the next episode straight away. So, that was it, guys. If you like this reaction, then press the like and subscribe button. If you'd like to see full uncut and unedited reactions before they are uploaded to YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, see you guys in the next episode. Mata ne!